演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらミスタードーナツのギオン辻利抹茶ドーナツ6種類を食べたいと思います。確か一昨年、去年も出てて、昨日ってなんだよ、今年もまた出たということなんですが、今年は鎧塚俊彦氏とプロデュースコラボ商品なんですね。なのでチョコレートも入ってます。確か鎧塚氏も今回で3回目のプロデュースコラボなんですよね。確か一昨年、昨日はバレンタイン、去年はバレンタインでやってて、今年は春にやったんですね。確かバレンタインがピエールエルメだったので、どちらも3年目ということで、いわゆる3年目のジンクスを回避するためにこういう風にやってるんですよね。まあ、3年目のジンクスで恋愛とかでそういうのが節目になるっていう話はたびたび聞いていますし、あんまり自分には縁がない話なんですけどね。なんか言ってて悲しくね。こちらがミルククランチ。ショコラクリーム、アーモンド、ショコラアーモンド、ショコラパイ。で、これ宇治抹茶ホイップとティラミスホイップ、どっちかですね。ちゃんと覚えとけよって話ですけど。では、まずはこのミルククランチからに代表して出てもらいましょう。中は、おー、中も抹茶茶ですね。これはいきそうだ。では、いただきます。もちもち生地と抹茶よく合いますね。ま、これはこの去年までと同じかなと思ったら、最後にチョコレートの、でもチョコレートはどうだ。最初に食べたミルククランチは抹茶の風味が口の中に噛んだ瞬間にポンデリングがもちっとした生地とともにふわっと広がってきて、ミルククランチのザクザクした食感もあって美味しかったです。ミルククランチはそんなに味が主張しないので、抹茶の引き立て役に徹している感じですね。なのでミルク感を求める方はちょっと物足りないかもしれませんが、あくまで主役が抹茶と考えれば本当に美味しかったです。そう考えると次のショコラアーモンドは、これだけちょっと抹茶チョコじゃなくて抹茶パウダーが上にかかってるんですね。なので下の部分は通常のチョコなんですけど、ちょっとチョコレートが強かったですね。ちょっと抹茶がどっか行っちゃったなっていう部分があったのが残念でした。やはり抹茶ドーナツなので、もうちょっと抹茶を前面に出してほしかったですね。そして最後に食べたショコラクリームも、最初同じようにチョコレートが強いかなと思ったんですけど、中に入っている抹茶のホイップクリームの味が後から広がってきて、最終的に抹茶が全てを覆い尽くしてくれるような感覚になって、抹茶好きにはたまらない一品でした。個人的にはポン酢の中ではこれが一番美味しかったですね。なのでこちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。では残る3つ、こちらショコラパイとティラミスのホイップか、どっちがどっちなんだろう、わかんないけど、じゃあこっちを見ればわかるかな。はティラミスかな、なんかそんな感じがするけど。では食べてみますね。いただきます。あ、重大な勘違いしてた、後で謝罪しますね。とふっくらドーナツとサクサクパイ、美味しい。まず最初に重大な勘違いをしていました。どっちかがティラミス、どっちかが抹茶って言ってましたけど、あのインストドーナツ両方ともティラミスベースで、一方が宇治抹茶強め、もう一方がチョコ強めのショコラホイップでした。というわけでどちらもティラミスだったんですね。というわけでその点を訂正してお詫び申し上げます。でその上で最初に食べた宇治抹茶ホイップの方がティラミスのあのチーズクリームの酸味をより強く感じることができましたね。ショコラの方はちょっとショコラの甘みがやっぱり強いので、チーズクリームの酸味はどっか行っちゃったかなという部分がありました。あと抹茶もちょっと飾り程度にある程度だったので、ちょっと抹茶の部分ももうちょっと味わわないとわからないかなっていうような部分が残念でしたね。まあ、もちろんティラミスとしてドーナツとしては美味しくはありましたよ。ショコラドーナツとしてはなんか慌ててフォローしてるみたいになってる。でティラミス宇治抹茶ホイップについては、ホイップクリームが口の中でふわっと広がってきて美味しい。そして最後に食べたショコラパイもやっぱりちょっとショコラの方が強かったですね。宇治抹茶はちょっとどっかに行ってしまっている感があります。コラボなんですけど、ちょっと鎧塚氏の主張の方が強いかなっていうような印象が全体的に見てありますね。もちろんそれもいいんですけど、もうちょっと宇治抹茶の方も感じたかったなーっていう部分なんです。難しいですねこれ。なので今回の一番の意味は、先ほども言ったようにショコラクリームのポンデリングです。
あれが一番美味しかったですね。というわけで、でもまた次回にまたこういったコラボドーナツ食べていきたいです。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。それでは、炎天や骨も溶けるを好みさえ。いや、それだけ行くのってほんと怖すぎるよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。